もうちょっと使い勝手のいいライン的な部分をその APS-C でもしもまあ積層型で出たらね。あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファ。アルファホビー部。本当に。はい、アルファホビー部名物アンケートでございます。はい、えー、アルファ六千七百 R と噂をされているね。まあくまでも噂でございます。うん この仕様なら興味があるはい、えー、3つですね、現状の4000万画素版、あ要は α6700 の画素数が4000万画素になっただけとうで、次、高くてもいいから4000万画素の積層型、つまりは電子シャッター乗っけてくれと、はい、でそれで20コマ超え目指すでほしい,、うんはい、まあそんなところだ、ね、次、興味なし。<laughs> まあ、俺ね、ごめんね、俺は個人、個人私、部長じゃないです、部長じゃない、岡本弘隆個人の意見でいくと、3番目です。はい番目ですただ、ねただ、アルファホビー部長、岡本部長2.0としての意見は、期待したいのはね、2です。 高くてもなんだけどどこまで安く作れるか4,000万が素石相型だけどね俺の場合はねまあでもまあでもやっぱり高くないんでそうないんだよねだからそうだからそれですそれですはいけどさ俺興味なしだ結局フルサイドがこれだけ充実してるからさその通りです私の使い勝手だと 全全くく必必要要なないいですよ孝太郎君みたいに鳥も撮らんしものすごい遠くの飛行機とかも撮らんし、うん、あと小さいものに関しては俺アルファ 7CR っていうボディも手に入れちゃったし、うん、クリアしちゃってるんですよ小型もそこで俺クリアしてるんですよ、うん、全然もうそもそもタムロンレンズ小さいし、うん、CR とタムロンの,あの要は6 7ミリ系のズームレンズの組み合わせ驚異的な小ささですよ、うん、6100万画素でしかも AF バリバリ効いて。 もうああれれ持っっっちちちゃゃうといいちちいのはもうあれででいいてなるんですよ、うん、だから僕は興味がないんだけどただから部長としては一応それでもさ50あアルファホビー,ブーだからなのかな50ーいらないっていう人結構いるんだねやっぱねいらないというか興味がないっていう人がそうっすねあれちょっと待ってこれどうと出すんだ,だアンケートが消えちゃった。 上のところをポッと触れるとで、あ、こうす横にスライドするんじゃない？確か。あ、横か、横か、横。しない？これか。しない。消えちゃったアンケート。アンケート違う。その何？えっとあれが消えちゃった。あのチャット欄が消えちゃった。まだだ。どうすんだこれ。概要でしょ。もう一回アプリ消して、<画>もう一回。 一回ちょっとこれ閉じてもう一回つけるか、うん、ああ戻った戻ったあんまりアンケートができないこんなもんかうんそれでもえー、APS-C の4000万画素19%も興味あるの俺そんなにいるんだってまあだからやっぱりそこのそうなんです僕は全くぶっ刺さらないですけど、うん、ぶっ刺さる方がそれぐらいいるってことなんですよね、うん、要はうん 積層の連射で a i f がないのが少し歯がよい、なるほど、なるほど、そういうことですね、なるほど、なるほど。ないね、AI が乗ってるのは、通常の利面商社か、それがもう、それがさらにぶっ飛んで、今度はグローバルシャッターですもんね、ぶっ飛んで、そうだね、グローバルシ中間がないね、いわゆる中間、ないね、こんななっちゃったよね、まさかね。 確かにそうだな言われてだからそうするとアルフワ1の前に1回ジャブ打っとくのかな、うん、これでそれもないかなおおそういう意見もあるかはあ難しいねまあコンパクトな人さんもいるかしいねー新,新規センサーを作るとっていうかまあもともと作ってて公表してないっていう ああるあるそのいくらでもある、うん、グローバルシャッターで今回だってそうでしょだってこれ誰が予想しましただってグローバルシャッターは作ってるけど、ね、<laughs> いつのタイミングで出るかなんて誰も分かってなかったわけだから分かってないわけですからね、うん、フルサイズのねうんうん、そうそうそ、ね、うそ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  あ積層型にしないと CR に勝てない気がする田中健斗氏そうか変わんないもんね結局10コマだもんねうん10コマだったら CR も一緒やもんね、うん、まあ10コマっていうかまあ8コマから、ね、あマでまあもう,もう8かなあれはちょっと、うん、まあけどまあそんなまあ、うん、誤差っていうかまあ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 、まあうん、言われてみればそうだねなんうんああ もうなんかさ、うん、あのアルファホビー部さ、うん、あの毎回さこのソニーのさ、うん、このハイエンド APS-C の話になるとさ、うん、なんかわーってなるじゃない話はんかさ、うん、これでこれでさとかでこんなん出たらさって、うん、わーってなってさ、うん、で最終的にどこに着地するかっていうと。 結局この雰囲気ですよなんかチーンってなっちゃうんだよねそうフーっていうフーそっかまあじゃあワ1でいいのかなとかさなっちゃうんだよねねそうだから CR と何がちゃう前は昭和の時代もそうだけど前は他のカメラがないから APS-C を選ばざるを得ないっていう感じだったんだけど逆になっちゃったか確かに確かに今ね確かにねうん じゃ APS-C じゃなくて困るっていうのがないからねうんまあまああるよつ約一定数の人はいらっしゃいますけどもうんうんもう圧倒的に減ってしまったからね結局ねうん減ったねまあだから現状ね6,000シリーズも6,700しかないわけだからうん一時期の6,0006100 6500とか6500か 3, 3台同時とか出してる時ありましたからね ZV10 小型のレンズありますよ全然まああるっていうかまあキットレンズとかねまああとはあまあ他社でもいいじゃないですか SIGMA、うん、とか出てますよ、うんうんね、小型の APS-C 用のレンズ、ね、ちっちゃいの出てますよあとタムロンさんも出てますし、うん、出てますねあの全然出てますよちっちゃいレンズうんまあその小型の 600mm とかいう話はないですよ、うん それはないですけどないない通常の使い勝手の中であの小型の,そのちゃんとクリーンアップが形成できるようなものはあのサーードパーティー駆使すれば全然ありま,す、えー、まあね一応、うん、まあちょっと振り出しに戻りますけど一応まあうん、うん、これらの噂知らない人 人のからのもので90パーセ間違ってますがって書いてあるのでまあ <laughs> その通りその通りまあまあ<う>ネタねアルファーホビーブ的には非常に面白いネタですネタですはい、はい、アルファーホビーブのが得意なのは、うん、こういう居酒屋トークですはい、はい、そうですねはい。はい はい無責任な居酒屋トうクが一番大という事なんですはいはいまあまあまあじゃあねそういう感じでまあ皆さんねやっぱ熱いですねやっぱそういうところねはいじゃもう一つこれね期待あんまりねアルファホビングアンケートアンケートまだほっとくあそうあほっそうそうやりますやりますうはいじゃあ終了します回収しますアンケート回収しましょうかはい注目の結果ははいどうぞはい

はい、も個人的にはここでございます。はい、次がなんとですね29%、うん、まあまあありますね、これ30、30%ですよ、ニア。うんうん、ここはですね高くてもいいから、積層型の4000万画素を載せてくれと、うん、ここなんと30%いると、29%ね。うん、で、えー、私は、まあえっと、立場ですね、私のポジションですね、自らの。 アルファホビー部,部長のポジション的にはこの2ですね、29%の中に入ってます。うんうん、で、一番少なかったのは16%で、えー、今のままの6700、内部ですね、今の6700のそのまま画素数を上げてくれたらよ,よいですよというのが16%でございますという形で、うん、まあ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 、予想通りですか。うん、順番は、ね、ただね、ただ、その高くてもいいから、積層型乗せてくんなという方が29%もいるのは、ちょっと驚きました。 ここちょっとだから言われてるみんなのミニアルファ9アルファ1を考えてるってことでしょうね。そういうことですね。うん。うんだから今回またちょっといろいろ深読みまあわかんないように出るなんてこともないけどグローバルシャッターで9 2, ナイン2アルファ9 3が出ちゃったから。 もうちょっとさそこのところをこう補うようなカメラ、うん、で弟分なんだけど、うん、なんか違う腹違いの弟分が出てきちゃったからさ、うん、ナイン3がグローバルシャッターでーだからちょっとしたあの一応もうちょっと使い勝手のいいナイン的な部分をその APS-C でもしもまあ積層型で出たらね。うん 積層型じゃなかったら音飛ぶんじゃないから、うん、連射機でも現状であ,のあ,のあれ以上、あのシャッターユニットを高速化するのはまずもう無理だ今のところ見たことがないんで、うん、だもう電子シャッターで20個電子、うん、シャッターイコール積層型ですよ、積層型でしたら、電子シャッターしたらもう目、まあ、もうメモを当てられない状況になることは分かってるんで、それは。そうすれば、ワンチャン。うんうんね まあ実際富士が出してるからね、そ<う>積層型の APSC、うん、うん、初じゃないからさ、そう、2800万画素。ね、うん。まあ、そういう形でね、えー、夢は膨らみます、はい期待しましょう。最後はこういう感じになっちゃう、ねはい。でもう一つ